稲葉幸雄は日本の騎手、調教師。騎手としてロックパークによる第1回横浜農林省商店に4歳小場優勝など通算174勝。また調教師としては騎手兼業であった戦前期から顕著な成績を残し、8大競争13勝を含む通算1451勝を挙げた。特に頻馬の管理に長けたため、 ヒンバ作りの名人、ヒンバの稲葉と称され、史上初のヒンバ冠トレーナーともなっている。1981年、王樹法賞を受賞。2004年、長教師検証者に選出され、中央競馬の殿堂入りした。家族や親戚にも、競馬関係者が多く、兄の稲葉秀夫は長教師、母方の叔父である、三馬勝一、三馬信二、三馬高行、三馬竹夫はいずれも騎手。 または調教師。この稲葉隆一は JRA 調教師。議定の家事吉松は、騎手、調教師。1908年、静内郡静内町にある、ニーカップ五両牧場に幾間がかりの騎手として、勤めていた父、秀幸と母、里の間に生まれる。稲葉家は、江戸時代に、稲葉氏が代々治めた、文後国薄規範で重役を務めた家であり。 明治維新後、トンデン兵として、北海道に渡っていた。家族は、牧場内で生活しており、雪尾も、城内で馬と親しみながら育った。尋常小学校を卒業後、弁護士を志して上京し、父のつてを通じて、死者区、入江止め、守るのもとで書生をしながら、改正より学校に進学した。 しかし当時の夜間学校は大学への進学資格が得られない規定があったため、3年生の時に順天中学校に編入し、同時に入江の家を出て、目黒競馬場で旧車を開業していた兄、秀夫のもとに身を寄せた。この後、目黒で競馬開催の見物を続けるうちに、自身も競馬に携わりたいという思いを強くした。 しかし学費を苦面していた秀デに思いを打ち明けることができず、四年生の時にメグロを出本し、ナルオケエバ城に倒し、三間信ぶを頼った。数日後には信ぶに連れられて、メグロに戻り、その取りなしにより、秀デの旧社で奇趣見習いとなった。兄弟子には、後に幸キと同じく長教師検証者となる、藤本富義がおり、藤本は幸キの入門をきっかけとして、 入れ替えの形で独立した、金店と稲葉。靴は,は、馬主、日田金一郎。東京移転の直前、家族と。稲葉の隣は父、秀行。前列右から妻、母、里、妹。里が抱いているのは、長男、隆一。1928年1月、騎士免許を取得。当時は、公認競馬と地方競馬の交流が。 盛んに行われており、同月に地方競馬の羽田競馬場で初騎乗、さらに柏競馬場で初勝利を挙げた。体重が重かったため、主に障害競争で騎乗し、1934年には、秀夫が管理する近天で第1回の大障害特別競争に優勝した。同馬とはその4日前に障害小馬戦を単走競馬で勝利している。 これは日本において、単走競馬が行われた最後の例である。同日は、この勝利を含め、平地、障害、つなぎが速歩で3連勝を挙げるという、日本競馬史上唯一の記録も作った。兄弟子の藤本からも障害馬を中心に起乗を依頼され、1938年秋には、藤本の管理馬リード案で、中山大障害に証明を挙げた。藤本は雪を、 当時の名騎手と評している。騎手活動の傍らで、秀夫が中山競馬場に置いていた分馬屋の管理も任され、事実上調教師としての活動も並行していた。1936年には、正式に調教師免許を取得し、中山競馬場で自身の旧舎を開業、調教師、騎手兼業となった。1939年には、日本競馬会が調教師と、 機種それぞれの専業性を明確にするため、両免許の二重所持を禁止する長期分離を打ち出したが、当時若年であった幸夫と岩佐総五郎、松永光夫は例外的に兼業を許可された。同年4月29日には、秀夫の管理場ロックパークで第1回横浜農林省商店4歳小場を制覇。翌1940年には自身の管理場、 鉄板材の手綱を取って、阪神優秀品馬を制し、調教師としてのクラシック競争初優勝を果たした。翌1941年末に太平洋戦争が勃発、その激化によって、競馬開催が困難となると、1944年には中山競馬場も一時閉鎖となり、同年4月に雪男は東京に移り、 世田谷区の馬事公園でアラブ馬の管理を担当、ついで競馬会が編成した万馬機動隊に編入され、馬車を使って配給と教室金属回収のための巡回を担当した。なお、戦後は長期分離が徹底されたため、競馬休止に伴って騎手業からも引退となった。騎手としては通算174勝を挙げた。終戦後、 1946年10月に日本競馬会主催の競馬が再開された。これに伴って競馬会が戦前に買い上げていた競争馬を場所に抽選で配布し、さらにそれらが各長教師に五頭ずつ割り振られた。稲葉はそのうちの一頭大和なでしこで中山記念を制し、戦後の重賞初勝利を挙げた。同馬はもともと大久保ふさが管理していたが、 新馬種の角井鍋四郎が稲葉の開業当初からの顧客であったため、大久保の計らいで稲葉旧社に入っていた。稲葉は社員を表すため、同馬で得た一シーズン分の賞金を大久保に送っている。1954年には、公営、大井競馬から天馬屋してきたオーストラリア三馬、オパールオーキツトで天皇賞に優勝。これも頻馬によるものであった。 以後、しばし八大競争制覇から遠ざかったが、1964年に、山和なでの孫、山和きよが、天皇賞と、有馬記念を連勝し、同年の最優秀5歳以上母馬に選出された。同年、弟子の島田衣さんが騎手としてデビュー。島田は、急速に頭角を表し、以後、旧社の主戦騎手となった。 1970年代に入ると、稲葉島田の指定による馬が主に頻馬のクラシック戦線で顕著な成績を上げ始める。ナスの香りで1971年の大歌賞を制したのを皮切りに、翌1972年には、竹吹雪がオークスを制覇。1973年は、ナスの香りの妹、ナスのちぐさがオークスを制覇。1976年には、 テータニアが、大ョ唱とオークスを連覇し、ヒンバクラシック2冠を達成した。同馬は、秋のエリザベス城を杯で史上初のヒンバ3冠が、かかったが、15頭立て8番人気のディアマンテに敗れ、3冠は、ならなかった。このディアマンテも稲葉の管理場であり、この勝利によって、稲葉自身は調教師として、初のヒンバ3冠を達成した。1八十一年には天文がオークスを、 1982年には、ビクトリア・クラウンがエリザベス女王杯を制し、稲葉は貧馬三冠競争で、京急賞を挙げた。ボバでは、1973年に、竹吹雪の弟、竹ホープが、東京優秀と菊花賞を制して、クラシック二冠を達成し、同年の年度代表馬に選出されている。翌年には、天皇賞も制覇。 いずれも当時空前の競馬ブームをもたらした人気は敗成功を破ってのもので、両馬は後年までライバル物語の題材として扱われている。稲葉は敗成功という好的手がいたからこそ、あの馬の良さも一段と光ったのです。馬でも人でも強力なライバルがいてこそやる気を出すものですと語っている。ビクトリア・クラウンのエリザベス女王敗成派を最後に、 大競争の制覇からは遠ざかり、重傷勝利も霧の投稿による1987年のクリスタルカップが最後となった。1989年には調教師定年制が導入され、同年2月28日付で当時80歳を過ぎていた大久保久松、小西義三、諏訪一、久保田玄師と共に調教師を引退した。通算成績は、 日本競馬会が発足した1937年以降、1422 1451勝、内重賞51勝。稲葉は、どこの先進国行ったって、中央競馬みたいな定年制などありゃしないと、この制度に批判的であった。その後は JRA で非常勤採用を務めた後、2001年10月7日に93歳で死去した。2004年、 日本中央競馬改装率50周年を記念して、調教師、騎手検証者制度が発足し、稲葉は調教師部門で選出され、中央競馬の殿堂入りを果たした。冒頭の通り、品馬の活躍ぶりから、品馬作りの名人と呼ばれた。稲葉自身は調教師時代、これはあくまで偶然、女馬に縁があるのでしょう。そうとしか言えないと語っていたが、 引退後に行われたインタビューでは、なるほど、ある時貧バの調教について、私なりに気づいたことはあるとし、調教後の食欲不振や発情といった貧バ特有の問題について、経験から回答を得ることもあったと語っている。稲葉旧社は競争の前週に仕上げの調教を行うことが知られていたが、これもある貧バの様子からつかんだ調教法の一つであった。また、 貧馬に対する当たりの柔らかさには天才的な要素があるという機種島田沙央の存在も重要だったと語っている。他両席の要素について、私がもし人様から成功したと言われるならば、小分けに徹底したことも一因と述べている。早く引退した方が繁殖貧馬として好結果を残すという経験上の心情から、貧馬は5歳での引退を原則としていた。 関西の松田義太郎と講師に渡り親しく、互いに騎手の融通も行っていた。島田が1969年の日本ダービーを一番人気で落馬した高椿事件の高椿は松田の管理場であり、ディアマンテに起乗してエリザベス女王杯を制した松田幸春は松田の娘婿であった。元は弁護士志望もあってノ弁だった稲葉に対し、 松田は、寡黙な人物であり、松田の妻、藤子は、それで、とても仲が良いのですから、よほど馬が合うんでしょう、と語っている。また稲葉は、兄弟子の藤本富吉を、切磋琢磨した間柄として挙げている。ロックパーク主な騎乗馬太字は、後の八大競争。通算百二十二千百五十一勝、重賞十一勝主な管理馬自称太字は、 文下生、括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。